どうも、毎度はじめまして、進藤愛です。デスストランディング発売、本当におめでとうございます。とても楽しみです。もう前置きはさておき、早速やっていこうと思います。オートセーブに対応していますと。はい、了解です。ゲーム難易度は、ゲームはすごい慣れてはいるんですけども、シューティングはあんまり苦手なので、ちょっとノーマルにしますね。後で変えられると。わかりました。とりあえずノーマルでやりましょう。いやー、ドキドキする。そう、今回つながるっていうのが何かキーワードにあるらしくて、ネット上につないでいると、多分なんですけど、ツイッター見た感じだといろんなプレイヤーの痕跡とか、なんか、いろんなものが残るらしくって、どのプレイヤーが何を残していたかっていうのが攻略の鍵になるかもしれないという話です。阻害にもなるのかな。はい、右の図が見えて左が見えない。何も左が見えない。なんかあるのか。あー、手が見えるね。でもまあちょっと明るめにしておきましょうか。配信のことも。あ、じゃあ10でいいな。大丈夫だ。ん?決定?おしゃれだな、これ。おこれ、なんか大丈夫か?私の良くないものが映ったりしない?カニ座、魚座、イルカ座、巨人座などの星座をもとに生まれた。ああ、これもストーリーか。統計的に能力が高いと言われています。なんのこっちゃ。来た!あ、これはあれだ。小島監督の小島ゲームズのロゴですね。いやー、かっこいいこれ。小島監督もいろいろありましたので、縄は棒と並んで、ちょっと早い早い、棒は歩くが遠ざける、縄は歩く最初の友だった、火みたいなことか。昔爆発があった。この宇宙は爆発で生まれた。昔爆発があった。この星は爆発で生まれた。昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。
よ。太陽。すごいな、グラフィックが。本当に実写と見分けが全然つかないな。カラスがいっぱいいる。何か悪い予兆。だいぶ未来のお話なんだな、この感じが。いや、もうあのバイクだけで飯が。結局あの手のひらも何なのか私よく分かっていないので、あれは戦えるのか、それとも逃げ、おい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 、いきなり死ぬのはご勘弁だ。しか、これはどこだ、アメリカ、それともなんかもう地球はちょっと荒廃してるのか。なんだ、雨か、普通の雨か、なんかやばいもの。え、なんだ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 、カビ。落ち着いてるな、なんか来てる、待て待て、いやいや、ノーマン、いやノーマンじゃないけど、落ち着き、え、いや飛べるんかい。ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ情報がありすぎる。今のは映像みたいな幻覚か。飛べるっていうよりは冬、待って、それはきついんじゃないかな。シッ、荷物が落ちてる。さあ操作できる。いやー、ワクワクする。右手で掴む、左手で掴む、背中に積む、そんな、なんかそういう選択ができるゲームは私初めてだ。関係があるのか。手に持った、これって押しっぱなしか。新しいな。本当に、本当に握ってなきゃいけないのか。なるほど。なんかリアルのリアルを突き詰めたゲームみたいなことをツイッターでもう誰かがつぶやいていたんですけど、これボタン離したら置いちゃうんだ。すげえな。あとこれ、じゃあ背中に積んだら大丈夫なのか。これ腰が痛くなるとかなんかあるのかな。どこに行けばいいんだ。落とし物、長押し、センサーを打つ、あ、右、出た、荷物センサー、オドラデグの荷物センサーで荷物に貼られた ID タグを探知。センスみたいなものか。ここは行けないってことか、この赤印は。いや、あそこにもなんかあるだ。なんだこれは。ん？なんかあるか？あ、ジャンプができる。とりあえず先に行ってみるか。これ行けるのか？踏ん張る！わった！怖いな。よっこいしょ。落とし物、携帯食料、これは大事だ。背中に積むか。積めるものは背中に積んでおきましょう。まだ持てるな、全然。一体どうなってんだ。押し込みで走ると。破棄されたもの。この荷物は無傷で配送。サブクエ的なポジションになるのかな。この辺は登れないってことだな。どこに行けばいい？あっち側か？あ、よし。いやー、怖いな。こんなに崖際でドキドキするゲームも珍しい。さあ、どんどん出していけ。走れ。崖ない？大丈夫？綺麗な場所だけど、本当にここ、ん？わかった。ああ、寒いんだろうな。実写だな、本当に。
サム・ノーマン・リーダス。何を運んでるんだこれ。鹿だ。こんにちは。手の跡がついてる。なんだ。コントローラーが震えてる。なんだ。誰かいるのか。なんだ。発信が。でかい。行ったか。私の荷物が。こっちに来る。草が。なんだ。何体いるんだ。ガチ恋キュリ。近すぎる。生きてる心地がしない。泣いてる。何なんだあいつら。人影が4つあったか。泣いてる。プロローグ。ポーター。何なんだ。言ったよね。何すんの。そんなに強く握ってない。その涙、カイラルアレルギーね。アレルギーね。あなたもドゥームスなんでしょ。絶滅因子を持ってはいるが、あんたほどじゃない。あなたレベルは見えてたんでしょ。いや、感じる程度だ。じゃあレベル2ね。
ここで何をしてる？あなたと一緒よ。雨宿り。タイムフォールは言った。私はフラジャイル。あんたの噂は聞いたことがある。光栄ね。サム・ポーター・ブリッジズ。伝説の配達人。ブリッジか。架け橋ってことか。いい名前だ。なんだ、虫？え、それまさか。食べる？え、で、味は？クリプトビオシス、トキューにも耐性がつく。トキューってなんだ。あー、しかも結構コリコリするんですね。私のとこ来ない？一人だと大変でしょ。フラジャイルエキスプレスなら人材も豊富だろ。仲間に裏切られた。ほとんどが寝返ったわ。組織は崩壊寸前。それに私は首から下をトキューにやられた。もう粉々に砕けて。手伝えることはない。物を運ぶのが俺の仕事だ。こちらブリッジズ配送センター。委託契約フリーランスサム・ポーター・ブリッジズ、受け取りに余っています。町に行くのね。気をつけて。奴らは言ったようだけど。何のアイテムだ。普通の傘じゃないな。さっきの時をしのぐだけの傘なのか。時は触れたものの時間を奪う。でも全てを消し去るわけじゃない。過去は捨てられないものよ。だからまた会いましょう。サム・ポーター・ブリッジ。消えた。ビルが見えるな。架け橋になれるかどうか。行くか。世界観はさっぱりわからないが。おっと、血液とスタミナ。赤いバーは血液、ゼロになると生死をさまよう。青いバーはスタミナゲージ、踏ん張る力が弱くなる。移動速度と、そう、さっき RB、LB でこれで踏ん張るってあったんですよね。踏ん張るがないと結構崖からズザーっていってしまったりするみたいな感じだと思うので、まずは何かアイテムあるか。何かあるな。探そう。あの張ってるやつらはでも人によっては見えるらしいな。いい BGM だ。踏ん張れ。忍耐ゲージ。
街が見える。行けるか。転倒なんてあるのか。渡れるか。踏ん張れ。もう少しだ。登る。踏ん張れ。着いた。これは人がいるのか。まだみんな生きてるのか。やばい。待て、踏ん張れ。危ねえ。背負いすぎるとバランスが崩れる。そんなゲーム知らないぞ今まで。やばい。そんなシステムがあるのか。何か叫んだ。荷物を置きたいな。どうするんだ。荷物ボタン。背中の荷物を下ろす。よし、これぐらいは背負って。いや、重くなってるな。いける？なんだ、やっぱり少し未来都市なんだな。下ろせばいいのか。今荷物を検知って言ってたな。あ、ダメか。とりあえずこのでかいやつは背中に積みましょう。で、重量が重くなっている。じゃあこの2つは左右で持ちましょう。右と左。よし、頑張れサム。もう少しだ。なんかこれ実際にプレイしてもらわないとわからないと思うんですが、すごい、なんだろう、歩いてる感覚がある。ちょっとした段差とか川とか踏ん張ってしまうな。すごいなこの感覚は。ゲームでそれを再現するのか。街ではあるけどやっぱり荒廃してる。人がいる感じはしないな。ここを越えればいいのか。どう見ても滑走路みたいな感じなんだが、あっちでもなんかあるな。これが家か。ここに届ければいいのか。とりあえず行ってみよう。あの化け物はこの辺にはいないのか。セントラルノットシティ。おっと、ボタン長押し。納品。依頼された荷物、落とし物を納品します。
スマートドラッグ揃っています。この依頼は完了できます。どういう意味だ。完了。このまま奥に行けばいいのか。決定をしてもなんかこれが出てしまうから、いや、納品って書いてあるよな。ちょっと待てよ。あ、これか。おお、善意も届ける配達人。しかもこれって世界を救うためにやってるとかじゃなくて、この世界なりの仕事でやってるんだな。遅かったじゃないか。伝説の配達人らしくないわよ。伝説ね。バイクを失い雨宿りしてた。それは大変だったわね。うちへの納品は完璧よ。どうも。まあ、納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。今後ともよろしく。スマートドラッグを配送せよ。劣化率とかあるな。もしかして私こけたからか。なるほどね。じゃあ道も選ばないといけないな。あんまりガタガタした道を歩くのは危険が伴うってわけか。 S ランク、よし。だが多分今だけ、多分後々取れなくなるね。依頼達成で得た、いいね。この世界もいいね。あんのか。消えねえな、そういう概念は。嫌いではないんだが現実的。この辺はちょっとまだよくわからないな。落とし物はまあ多分サブクエ的な、まあ、持ってくればよりいいものがいい、達成が得られるよっていうことだと思います。まあ、なくても多分問題はないと思いますが。配達人グレード、新人配達人。伝説はどこ行った。いや、アカウントの問題なんだろうけど。伝説の新人配達人ってなかなかなんかパワーワードだな。まあまあいいだろう。ブリッジリンク、速度、数量。ブリッジリンクってなんだ。これがオンライン上でのなんか関係があるのか。サム、これなんだ。私に指名料はあるのか。ああ、そろそろ定時退社がしたいんだが。誰か来た。帰ろうぜ。こっそり隠れて。もうダメか。おお、微妙にかっこよくない。何かの作業用の車か、それともこの地に対応したのか。あんたは。ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。死体処理。サムポーターだな。年老いてるな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。接触。ブリッジズの死体処理班、何があった。時間がないんだ、ついてきてくれ。わかった。怖い。接触恐怖症。ああ、だからさっきのあの女の人とも手をつなぐのを拒んだのか。これを見てくれ。死体か。いや、こいつを焼却所まで運びたい。死体か。いつ心停止した。正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった。病死じゃない、自殺したんだ。自殺。自殺だって。発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。ネクローシス。一番近いのは北だ。なるほど。そのルートには奴らがいる。別の焼却所。他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。
だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。あの手の化け物を探知する能力者をドゥームスっていうのか。浮いてる。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。吹き飛ぶ。一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ、サムポート。サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない。感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。ビービー、お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。赤ちゃんだ。これは PV で見た。でも何なんだ。気分がいいものじゃない。泣いてる。あの世と繋がるわけだからな。ゾッとする。なんだ。行け。ブリッジス、どこの世界でも仕事だな。ただあれは爆発するって言ってたが。小島さん、楽しませてもらうよ。いやワクワクする。ストランディングのせいで穴だらけだ。穴？みんなぶっ壊れたんだ。運よく残ったものも時雨のおかげで溶けちまった。代わりに化け物がビーチから来た。ビーチ。この世は死の世界とつながったんだ。そういうことか。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝される。配達人が大事な世界なのか。見ろ、やばい、虹が出てる。虹？この世界ではやばいのか。私は嬉しくて多分写真撮っちゃうが。焼却所まであとどれくらいだ。もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らもど真ん中を抜ける。正気か。まだ死にたくはないぞ。サムは感じないか。何かいる。なんだ。なぜ。やばいぞ。サム、何か見えるか。サム、何かいる。いや、見えない。私も見えない。でも声がする。近いぞ。その機械は反応してるのか。おい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 、電話しないと。再送してもらおう。なんだ。無事か。これ途中で運転手が死ぬパターンでは。
まあだよな。無事か。いや、カニ。なぜ。ん、葉っぱが。これが解けるか。じゃあやばいんじゃ。サム、起きないと。大丈夫か。横転してる。生きてる。運転手はダメか。右足が、なんだ。死体は？死体も変なことになってるな。大丈夫か。何が起きてる。挟まれてる。助けないと。足が。なんだ。年が。なんだ、廊下が近い。これが時雨か。おいおい、鉄だぞそれ。これが死の世界とつながってるっていう。死者か何かか。海外のオールグリーンは信用できないんだか。大丈夫か。彼は助けられるか。おい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 、爆発が。あ、顔が。もしかしてこれ死者の国に連れてかれる。だから死体を早く焼かないとって言ってたのか。影が増えるのか。やばいな。サムの血が。なんだ。やばい、声を出すな。歳が。殺されるぐらいなら撃てるのか。誰だ。ビビ、あいつもつけてる。見えないのか。やばい。待て、それ音が出るんじゃ。ビビ、死ねなかった。なんだ、助けられるか。サム、なんだ。死ぬ方がマシか。何があるんだ。
何が起きた。言葉も出ないぞ。これって初回 PV の。泣いてる。ビビか。そうだ、一番初めの初披露の。座礁してる。へその緒が もしかしてサムもあの世に連れてかれた？魚たちが死んでる。クジラか。消えた。デスストランディング。何なんだこれは。何なんだこれは。懐かしい歌を歌うな。誰だ。死ぬ気か？サム！後が消えた。繋がってる。死者か。なんだ。さっきのこの世への帰還。帰還者であるサムは死亡しても結び目と呼ばれる空間からこの世へ戻ることが。やっぱりこれあの世か。魂を操作し結び目に漂う自らの肉体に戻りましょう。私 BB になってる。聞こえるか。聞こえる。なんだ。生き返った。生き返る能力を持ってるのか。すごいなサム。うわ、ハリーポッターみたい。宙に浮いてる。BB は無事か？
泣いた跡がある。昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。これが我々が目撃する最後の爆発になる。これってあの死体の。街ほど吹き飛ぶっていうのはそういうことか。なんで爆発するんだ。あの世に連れて行かれるだけじゃないのか。はい、といったところでいつ終わろうかさっぱり。いや切れないな、これはムービーの途中で切るわけにはいかないので、そろそろ一区切りとしたいんですが、ロードが終わると始まっちゃうかな。一時停滞できるようであれば一旦ここで動画は切りましょう。配信は続けます。再開だからちょっとあれですね。では動画の方は一旦これでパート1は切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。すごい楽しいっていうか、世界観をこれからどれだけ理解していくのか、理解させるようなストーリーになってるのかっていうのがとても気になりますが、次回お楽しみに。お疲れ様です。